ります。ここか。はい、ここです。ここで大丈夫ですか。はい。はい、これいいですか。ごめんなさいね。はい。はい。はい、約束を今日は守ってくれたみたいで、はい、今いないんですけど、あのゴミステーションがあるじゃないですか。はい、その目の前で、その端から、一人ね、人が、覗き込んで、で、沢の下で作業してる人がいたんです。はい、で、だから、ちょっと大きな声出さないと、下の方に聞こえないと思うので、はい、結構、大きな声で指示してたんですね。その女性の方だったんですけど。はい、佐藤さんが。はい、で、1時間ぐらいもずっとそれが続いたので、それがね、朝の6時50分に、これ結構早い時間だったんです、7時ぐらいから。はい、で、もう8時過ぎても全然終わらないんで、これなんか作業するのかなと思って、はい、ちょっと出てったんですね。はい、その時は佐藤さんだって分からなかったんで、はい、まあ、行ってみたら佐藤さんだっていうの気づいたんで、はい、ちょっとこれ毎回トラブってる方なんで、警察の方に対応していただかないと危ないと思ったんで、行ってもらったんですけど、うん、まあ、今日はちょっと約束を守ってもらったんでよかったんですけど、もしかしたら、その作業がね、私が何をするのかちょっとわからないんですけど、その、佐藤さんちっていうのは、まあ、地図上で言うと、うちなんかこの、オレンジの部分なんですけど、はい、ここなんですよ。この広い土地を買い取って最初の6月に、はい、これを農業にしようとしてて、だからここの沢から水を引こうとしてるみたいだったんです。はいはい、で、その水の引くその作業っていうのが、どれくらい時間かかるのかわからないんですよね、私。はい、で、どういう作業になるのかわからないんで、はい、で、今後もまたなんかそういうふうに、そこでまた作業が始まっちゃったりとかすると、また出向の問題が出てくるんで、もし作業するんであれば、連絡いただいて、で、日程調整させてもらって、私が避難するという形を取りたいんですね。うん、で、それをの約束していただきたいというのを、伝えてほしいんです。農業をやるために水を引くわけですね。みたいですね。今日、ちょっとお話し聞いたらそうだということで。この方って、女性の方で一人暮らしですか？あ、いや、違います。そこには住んでなくて、農地だけ農地だけで、別のところに住んでる方で、で毎日そのこの作業しに来てるみたいなんです。で、その女性っていうのは、その農協資格を持っていて、10年前から農業をやってて、一応責任者なんですよね、佐藤さんっていう方が。で、人を雇って仕事されてるんで、もちろん監督なんで、結構大声上げてこう、指示飛ばしたりとかしてると思うんです。うん、はい、でもそんなに大声出してないって言うけど、まあ本人はそうでしょうけども、まあ、こっち静かにしてもいいなんてね、結構うるさいなと思ってるんだよね。そういうのにちょっとっていうのがあります。結構なんですか、その工事の音がすごいっていうことなんですか？あ、今日はね、工事全くしてなくて、様子見でなんか下に少してたみたいなんです。あ、今後その工事の日程調整っていうか、うん、お子さんが避難するためにその、うん、どうなんですけど、結構そういうのがあるのか。ですね、以前、やっぱり農地にするために、はい、すごい草刈りを毎日のようにやってたりとか、はい、野焼きを毎日されて、毎日5時間って言われたんですよ。はい、それさすがに度が過ぎてると、はい、いくらなんでも、それで川本さんの方にそういうことを言っていただいたんで、はい、少しやり方を変えてもらってるっぽいんですけれども、はい、それがちゃんと、そうしてくれてるのか、また野焼きしだすんじゃないかという恐怖もあるんですけどね。で、本当約束破られちゃった時が一番怖かったんですけども、ちゃんとね、ちょっとどうしても用事があって、その日草刈りとか野焼きとかやめてもらいたかったんで、こう一筆書いてもらった日があるんです。6月18日なんですけれども、やりません、休業にしますということを、ね、約束してもらったはずなんですけど、ここにいて、私ちょっと花粉症なんでね、野焼き草とかね、草刈りの音っていうね、書き込んじゃったんですね。でも約束してたからまさかなとは思ったんですけども、その後ですね、ちょっといろいろ問題が起きて、この方がですね、約束破られたっていきなり言い出したんです。ちょっとよくわからないこと言ったんですね。で、私はちょっと念のためにもしかしたら、私の約束破られたんじゃないかと思って、この日に警察に連絡してるんですよね。で、
まあ、佐藤さんの方が、計画の方から値上げの方がちょっと高すぎてますよということを言われたから、ちょっと経済的に困ってしまったのか、うちに賠償請求し始めちゃったんです。で、どういうことと思って、なんか約束破られたから賠償請求するとか言われても、でも約束破ったのあなたじゃないのっていうようなところで、でその後の話し合いが全くできてないんです、佐藤さんとね。で、今回、今日、この日から、もう佐藤さんとは私自身は連絡とか取ってないんですけど、今日、その、川をなんか見てというのがあったんで、ちょっとなんか怖いなと、なんかまたいきなり作業し始められてしまって、私の方の体調とか、入る前に困ると思ったので、そこでちょっと、お話をね。お子さんはもともとこの辺りの出身なんですか？違います。どちらなんですか、出身は？出身、私とも花瓶それいろんなところを転々としてるんですけど、うん、一応でも生まれは東京で群馬育ちですけども、また東京に行ったりとか、千葉とか神奈川とか長野とかもうあまりにも住む場所がなく転々としている状況なんですね。うん、でここも、もう引っ越そうとは思ってるんですけど、うん、ただですね、佐藤さんが来た時とうちの方が早かった。はいはい。で、昨年の9月なんで、もう1年経つんです。はい、で、佐藤さんが、今年の6月に来た。うん、で、農業やりたいと思ってるんです、みたいなことを挨拶に来たんです。うん、ところがもうやり始めちゃってた。うん、ああ、なので、その6月18日も申し訳ないけど、先に住んでるものだし、うん、用事がどうしてもあるので、やめてくれってお願いしたんです。うん、でもそこも全く話が噛み合ってなくって、うん、で川俣さんを仲介してその約束の一筆書いてもらったぐらいなんですよ。川俣って何をしてましたか？川俣が来た時は。何してた？じゃあ、奥間さんは、はい、あれ、ご家族とかは今どちらにお住まいなんですか？まだ若いみたいですけど、ご家族とかご両親とか。みんなバラバラになってて、はいはいはい、そこ聞いてるのはどういう意味もしその佐藤さんとお話ができて、はい、避難されるってお話がさっきされたのでどちらの方に行かれるのかなと思って。ああ、その場合はですね、家族はみんな来れないんで、はい、民生委員さんにお願いすることになってます。あ、じゃあもしその作業の時はどちらに行かれるんですか？近くの、はい、素人みたいなのがあるんですけど、住むとこに、そっちに避難させてもらっています。ここ近くに、はい、そこね、携帯とかの電波が入らないところなので、まずその害がないのと、人が全然来ないので、車とかの騒音も心配がないんですよ。で、少し離れてるんで、ここでの、川戸ね、工事とかっていうんであれば、まあ、そこに避難、1、2時間であればいられる。そういう形で避難を何度かしてるんですね、他のこと、ここの地区の草刈りの日とかね。あ、じゃあ本当近くにいるだけなんですね。もうだって逃げられる、逃げ場がないんですもん。しょうがないんです、これは。で、まあ今回は高校さんとしては佐藤さんの日程連絡みたいなそういうのをしていただければということでよろしいですかね。日程連絡と、そうですね、日程連絡してもらったら、はい、私がその避難するのに民生委員さんの都合もあるんで、はい、日程調整してもらいたいんですよ。させてもらいたいんですね。マルディーナさんその親父の件でまたされるんじゃないかという恐怖があるので、どうなってるのかちゃんと確認してもらいたいんですよ。ちゃんとゴミ出しにしてるんですか？で、その6月警察日中の件もちょっとはっきりさせたいので、本当に休んだんですかっていうのをちょっと確認したい。
子さん。あ、すごいいるんじゃないですかね。だって、あの、今日は平日でしょ。仕事の日だと思いますね。民生さんは何とおっしゃってましたか。あ、この件に関しては民生さん関わってなくて、もし、このお話ししてもらった時に、その水道の工事とかするっていう話であれば、民生さんにこれから伝えるっていう。昼間は仕事があるんでね、平日とかね、だからちゃんと日程調整してもらわないと私が避難できないんですよ。もうちょっと私の方が非常な状態なんで、普通の人とはあまりにもちょっと違う状態なんで、体調がね、皆さんにご迷惑かけるところがいっぱいあるんですけれども、それはしょうがないですよ。うん、そう思ってね、あの、そうですね、病気がある方が理解ある方によってご協力いただけるっていう感じなんですけれども、やはりあのこの住民の方々はですね、面倒かかってるわけですよ。私のせいでこういう面倒なことが起きている、いちいち連絡しなきゃいけない、連絡したとしてもその当日に作業ができるわけじゃない、そうなると煙たい存在になっちゃってるんですね。だから村八分にされちゃってるんですよ。あなたが、はい、それがしょうがないですよね。あ、村の八分がですか。はい、とか、あの、そういうね、あの、異常あるのはね、それは。まあ、人それぞれにね、まあ、あると思うんですけどね、ただちょっと理解されにくい状況なので、まあ、まあ、それでね、生きられる場所もなかなかなくって、転々としてるっていうのもあるんですけども。ご家族は連絡取ってない。取れないです。家族も理解を得られてない。あ、そうです。はい。で、理解して手伝ってくれるっていうのは第三者ですね、ほとんど。身内ほどやはりちょっと感情が混じってしまうので、うまくいかない部分が多いんですよ。まだお車さんもらえないんです。で、歩けるんですか。歩きが一番安全なんです、今の状況では。あ、人が病院とか行ってるんですか。ね、皆さんそう言うんですけど、まず私のその疾患に対しての、あの、テクノロジーの進化でのそのものなので、医者がまずいない、病院がない、だから治療が受けられない。行政側の方も、だから何か福祉を得ようとしても、まず医者がいないんで、そういう申請もできないために、何の福祉も得られてないと思って、一生自体なんですね。はい、で、民生さんの方も、民生員としては仕事はできないけども、もう一個人としてボランティア感覚で、助けてくれてる状態なんですね。ですから、仕事として何かこう、行政側が動いて、私を助けようとしてくれてる団体は全くないです。本当に個人個人の理解で動いてもらってる、何しろ国が認めてないんで、電磁波過敏者はもう、化学物質過敏者はもう、低周波も症候群っていうのがあるんですけど、みんな過敏症のグルメですね。でも世界では認められてるんですけど、日本では認められてないので、何も手が出てない。業者なんで、ちゃんとあのおそらく、あ、いえ、あ、持ってってください、はい、業者なんで、はい、おそらくですけども、その焼却炉に持っていくっていうのが普通だと思うんですよね。はい、でそこに出されてることはないんで。はいはいはい、はい、あ、今日はあれだ、最初に言ったのは、はい、そこに出してるということか。そのこととはまた別件です。別件です。今日その佐藤さんが見られてたのは、はい、そこの沢から水を引くための水門を開けてるんだかなんだか、なんか作業してたっていうだけで、草刈りとは関係ないことをしません。また別件です。だからその紙に書いてありますよね。水の件と野焼きの件と別ですよ。草のことと水のこと。こっちから行けば行けるんですか。反対方向ですよ。こっちか。はい。
あとはね、まあ一応佐藤さんのそのままでお話ししておきます。はい。ね、ね、もし約束を守らないってことだったら、その時また連絡してください。もう終わりない。ねえ。ねえ、しょうがないね。まあ、難しいのはね、ご自身の土地ですよね。だから、やるのとなかなかね、言いづらいこともあるんで。あそこ、違いますよ。土地、土地に関しては確かに農業はやるなっては言えないです、うん、私もそれは言ってないです、うん、ただそこは公道ですし、うん、川は公共でしょ、うん、でそこでその公共の道路でガヤ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 やってるから、うん、それは通報してもおかしくない話でしょ、うん、それを連絡ください。はい、ね、ちょっと行ってみますんでね、はい、じゃあちょっと閉めてってください。すいません、はい、いつも同じものが来るとも限らないんで、そうなるとだからみんな一人一人
人にこんな説明しなきゃならないじゃない。でもね、それは本当に、何かね、他の事件事故があれば、こちらへ行くこともあるんで、申し訳ないですけど、なるべく同じようなものってことにしますけども、いつも同じものが来るって言うけど、申し訳ないですよ。ちょっとそういう意味なんですよ。申し訳ないですけども。それはわかるんだけど、そこはなんかこう、改善する方法ないんですか？もうそれはもうできない。いや、当然今の現状はできなくても、はい、どうしてそれはできないんですか？同じものがこう対話してくれるっていうことをやるために、はい、どういうふうな言い方で法律とか決めればいいの？もしそうであれば、電話いただいて、またじゃあそのものであれば、例えば川端が来たんであれば、明日川端に行かせますとか、そういうのはできます。今すぐこの日に仕事してくださいっていうところはなかなかお約束できないんですけども、そうですね、例えばまた今日ね、我々が来ますけれども、ね、東公安の方ですけども、うん、また今日で夜何かあればまた別のものが来ますし、うん、で同じようなものを話してっていうことになるんですね。だからもしどうしても同じものに対応してもらいたいんであれば、ちょっと今はすぐ無理なんで明日行きますとか、あさって勤務で行かせますとか、そういうお約束はできますけども、今来てくださいってことになると常に同じものをするから申し訳ない、それは無理です。じゃあ例えばそのお前焼きの件とかね、草刈りの件とかも、はい、だって現場にその原稿を見ないとやっぱり分からないわけじゃないですか。で、原稿を見に来てくださいって言っても、到着までに時間かかって、その来た時には確認できませんでした、さよならみたいになったりとかするじゃないです。で、そうなるともうやっぱりうやむやになってしまって、余計にトラブルがこう重なっちゃうんですよね。で、そこをどうにか改善したいと私は思ってるんですよ。だって約束すぐ割り破られるというか、まあ、でもようやくでもかって警察の方に何度も通報して、で、今その約束しますっていう話をもらったけど、でもそれがちゃんとやってくれるかどうかもわからないわけですよ。ポストにちゃんと入れといてくれるかもわからないし、また突然のね、騒音出されるかもしれないし、そしたら私は一人で苦しんでることになっちゃうわけなんですね。で、それだと安全が守られないですよね。待ってるのよ。で、じゃちょっとお二人名前書いてって。佐藤さんはそういう風にするって約束してくれましたっていうのを一筆書いてって、あとあなたたちのお名前を教えてください。そしたらちゃんと証明できるもの。私は清水と言います。はい、ね、ありがとうございます。でもあくまでもそれはお願いなんで、うん、我々も絶対するなよとか、あ、それは法律とかじゃないからね。それは実践することはできないのは分かってますよ。例えば本当にそうね、もう確かにお子さんそうかもしれないけども、そしたら何度かも出すなって話になっちゃうんですよ。作業もできないと、ね、だから絶対そうなとこにもね、一応ね、我々はあのさ、分かってるより言いたいことをさ、もうちょっとじゃあさ、その私の疾患をさ勉強してから言ってほしいよ。知ってから言ってよ、ものを。電磁波過敏症、低周波の症候群、特別過敏症のこと知ってから言って、どれだけ辛い思いしてるか、それで分かってから言ってほしいよ。音を出すなって言ったってできないこと分かってます。今現在その作られてる製品の音っていうのが人間に対して害があるものが多いんです。それを分かってなくて金儲けで作ってるメーカーがあるから、それで今問題が起きてるっていうことは新しい病気なの。それ知って、知ってください、ぜひ。
でも多くの理解者、誰でも多くの人が認知してくれないと、これ世の中変わらないことなの。だから私、辛くてもこうやって一緒話してる、なるべく冷静に。でも、あんまりにも皆さんが無知すぎるから、一人で苦しんでるんだもん。それちょっと、私だけ我慢の限界が来ますわ。一応仕事としてはやってくださったと思います、うん、はい、それで感謝します。一応正解の人がそのようにしてくれてるということで、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。清水と場所もお願いしますので、はい、ありがとうございます、ね、私もしたら何かあった時には、あの、もし佐藤さんとまた直接会うことになっちゃってトラブルになった時、会議待ってるよってこういうふうに約束してくれましたよね。とも言えます、これがあるおかげで、はい、でも強制力はないことは分かってます。でもトラブルと、あの、言った言わないだろうっていう、そのトラブルは避けることができるんですよ。だからこれはすごく助かります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。